海道寺先輩、この気を感じる、感じるぞ。そうか、お前が竜だったのか。確かにあたいの属性は竜だぜ。そういう先輩は虎だな。こいつは面白くなりそうだ。探したぞ、武器竜よ。我はお前を借り我が力とする。そいつはどうかな。あたいは簡単にやられる玉じゃないぜ。ああ、そうでなくてはならん。我はこの時をずっと待っていたのだからな。いざ竜子相打ちとしようではないか。武器竜よ、ウヌの調理を見せるのだ。あたいの料理は半端じゃないぜ。いざ尋常に勝負。これは、うん、うん、はん、はん。
これは力が、みなぎってきよるわ。つるつると麺をすすること滝のごとし、ハグハグとチャーシューを噛み切ること獣のごとし、見事じゃ。その程度の味か。我が料理は完璧だ。召し上がれ。我、ついに竜を飼ったり。さすが大道寺先輩だ。見事にやられちまったぜ。いや、どちらが勝ってもおかしくはなかった。葛城よ、成長したな。嬉しいな、大道寺先輩にそんな風に言ってもらえるなんて。けど、次はどうするんですか？次だと。竜の次ですよ。次の獲物は一体何になるんですか？確かにそうだ。世に狩りの神髄を知らしめるのなら、我はまだ戦い続けなくてもな。だが、我は次は何を狩ればいいのだ？竜より強く、竹木猛獣。あ、なら、あいつはどうかな。教えてくれ、我は何を狩ればいい。どこだ、どこにいる。姿を現せ。一体どこにいるというのだ。モケーレ・ムベンベよ。モケーレ・ムベンベよ、待っているがいい。このくらい当然だ。我が望むは